はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ココアです。今回も第五人格やっていきたいと思います。さあやっていきましょうか。心眼がいるからとりあえずショットワープはしっかり動かさないで心眼追っていこうか。まあ、義士でもいいんだけどね、心眼かな、とりあえずは。義士いる、ロボは出てない。まあ、とりあえず読み合いでどっか一撃与えたいね。で今回ね衝動入れてきてないんで、一発いいところで入らないよね。衝動入れてたら入ったかもな。一撃入っちゃえばこっちのもんよ。いやマジで、オッケー。これマジで強い。撤退撤退。撤退します。せばった。オッケー、でかー。リリー取りたい。あーこれ心眼だった最悪、心眼かよ。離せ。よし、オッケー、離せた。いやー、そこ妨害したいな、できれば。枯れたんじゃない。オッケー、フラフも使ってた。磁石も3つ使ってるはず。使ってなかった。よーし、ナイス。さあとりあえずはダウン取れたが、ちょっとね回復放置すぎましたねだいぶ。ただ多分1個新規だと思うんだよね。回してなかったどこも。で救助来れるのは OK、 1個使った。え、救助来んの。無理でしょ。さすがに救助は来れんでしょうに。一台向こう回ってんのかな。いや、わかんねえな。わお、もう磁石ないでしょ。回復するの早いな。OK、うん、まあさすがにちょっかい出します。ああまだ回んなそうだね。結構入れちゃおう。まあ通電はしないのでここは一等公開ダウンさせて、
そこからゆっくりロボ壊せば OK。 対戦ありがとうございました。さあやっていきましょう。マップはレオの思い出ということで、対戦よろしくお願いいたします。さあやっていきましょう。狙いは囚人それ以外はないかな。オフェンスか、一番嫌やな。単行か、悪くない。ナイスすぎ。さあ追い詰めることできたかな、これで。オッケー、ナイス即死オフェンス来てんな多分来てないか、みんなで消えたねバーメまあまあ早めの救助させておいて、もう一発これさ、最後フラホ使ったってことはさ、これ見捨てられるってことかな分かんないけど、見なりするしな。いやこれ多分マーメイでしょ。オフェンスに締めて、はい、でかい。オフェンスダウン。で、鬼没残ってるから。あ、うまい。殺された。ナイス。ストッカーオフェンス。切れんのかよそれ。見知ったか。まあ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 。いやあれ半分超えるかどうかはまあ賭けだったんで仕方ないね。オフェンス。でかオフェンス指名手配は。狙いはオフェンスでいきましょうか。いや、バメにするか。うん。おー、ナイス残り判定。ちょっと予想外でしたが。うん、ぶっちゃけ意味ない。まあ地下もあるけど、圧かけるためにここに釣りますか。枯れるかな。無理か。
さあ相当の圧かかってると思うんですが、そこは言ったけど。ナイス。まあ騎士会吐くまでの時間もあるし。バカ野郎。殴っとくか。これ時間かかるんでちょっとタゲテンします。力入ったけど。ダウンホチでいいかな。オフェンス狙おう。オフェンス一釣りしてるんでね。待って、これ結構きついかも。こんなに離されると思ってなかった。いや、オッケーオッケー、立て直しするはずだから、これは一人は飛ばせるかな。ノーワンないけど。ノーワンないんだよね。ノーワンないからさ、ちょっとそれが嫌なところではあるんだけど。オッケー。さあ、あとはバーメイドの方を殴りに行きましょうか。いやーよかった。ちょっと途中ぐだっちゃったのが良くなかったですね。ただまあしっかりとこれは4釣りができそうなので OK。 対戦ありがとうございました。